解としてはやはりヤンビシは可愛いということで共通見解でよろしいかな。うん、もちろんですよ。そんなの決まってるじゃないですか。あ、さすがライトシー、わかる。さあ頑張りますか。ここもちなみに声聞こえますので。呼びたいの？お？呼びたみました。見た。ヤンビさんが今日ここに来るって言ってたんだけど、本当にいますかヤンビさんは？あー怖い。あーって来た。ヤンビさん見ましたか？ヤンビさん。あおってきた。ヤンビタン見ませんでしたか？ヤンビタン、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 緊急会議だ。あ、早いんじゃん。なんで起きたんだ？ヤンビタンがいない。ヤンビタンがいない。なんか急に呼ばれた怖いんだけど、急に呼ばれた怖いんだけど、何これ、何が起きてるのこれ。ここの情報というか、ここが何やってるかっていうのをいろいろ見てからでよかったんですけど、ヤンビタンはどこに行ったの？ヤンビタンは猫だ。猫だ。より切り。共通見解としてはやはりヤンビシは可愛いということで共通見解でよろしいかな。もちろんですよ。そんなの決まってるじゃないですか。あ、さすがライトシー、わかる。ヤンビタンですよ、ヤンビタン。この空気。ヤンビシ、ヤンビシよ。ヤンビタンです、ヤンビタン。もうこれは交渉決裂ですな。もうフグ大抵の中でございます、ライトシーとは。わかりました。あ、これ切れた。あ、これ切れたのかな。みんなの声聞こえてない。あ、怖い。え、これ聞こえてないのかな。え、あれ、僕には聞こえてますよ。僕には全然聞こえてます。よかった。ヨミさんが9時半に、ヨミさんが9時半にキッチンに来るっていう約束したんですけど、9時半にヨミさんが9時半にキッチンで料理を作るって言ってたんですけど、声聞こえなくなった。え、聞こえない。ヨミさんの声は聞こえる。あれ、声聞こえないの。何？聞こえる？何？聞こえる声。わあ、聞こえる。ね、猫の声も聞こえるけど。ヤミちゃんと待ち合わせしてたの？ヤミちゃんと待ち合わせしてたの？ヤミタンがここで料理作るらしいんだよね。なんですか、ライトシー。あなたはヤンビシを語る資格などないでございますよ。どうしてそんなこと言うんですか？同じファンじゃないですか？いや。ヤンミタンとはもう、これはいかん。ヤンミタンはそんな、ヤンミタンと言い方絶対ダメですもん。だってヤンミタンはヤンミタンですよ。みんなのヤンミタン。ヤンミタンっていうのは選ばれし者しか言っちゃいけないセリフだと思ったんですからね。私のみたいな、本当から語られたこと言っちゃいけないよ。ヤンミタン来たよ、2人と。ヤンミタン、ヤンミちゃん来たよ、2人と。料理配信まだですか？ずっと9時半に待機してたんですけど。歌みたいわ。手洗った？手洗った。わ、すごい、ヨミタンの料理配信だ。さすがに無理かしら。あれ？ちょっと。マスキンも押さないから殺された結構。もう死んでるじゃん。なんか知らないけど二人死んでる。篠宮様がエンジンルーム上部でお亡くなりになられておりまして。あなたどれですか？あなた誰？そこにシグレナオ様もいらっしゃったような。なんかイントネーションちょっと面白い。シグレナオって、シグレナオ、シグレナオよ。シグレナオ様ですかね。もしかしてピカクロスの影響かしら。どうしました、シグレナオ氏。シグレナオ氏どうしました。シグレナオじゃないわ、シグレナオよ。シグレナオ氏。そうね、私も四ツ葉さんとすれ違ったわね。だから四ツ葉さんがやったんじゃないかと思ってるんだけど、少しゲーム内バグかもしれないんですが、しぐれ様はワープしておられました。そうですね。そんな おとぎ話みたいなことがあるわけないじゃないですか。ワープなんて。まあ、そうですね、ワープなんてできるわけないじゃない。多分両方すればいいかな。いや、待ってください、これどっちかわからないんで、どっちのアイスクリームが上乗ってるの好きかで決めましょうよ。美味しいアイスクリームを乗せてるわよ。ヨトロ様は31アイスクリームで上のブルーハワイね。あ、それ宇治金時じゃないんですか？もちろん。なんて？宇治金時じゃないわ。うわ、そうですね。私も拾いきれない。難しいな、ボケが。まあ、好きなアイスの方入れればいいってことだね。好きなアイスでいいんじゃないですか。ああ。ちなみにヤミタンは絶対やってません。ヤミタンは。ヤミタンのファンのピカクロスさんとライトはやってません。はい。だけど私はライトシーに入れますからね。ライトシーに入れますよ。どうしてですか？一緒にヤミタンの料理配信見てたじゃないですか。
ヤミタンの料理配信も気になるから。おい、ヤミタン料理配信、ヤミタンの料理配信楽しみにしてて、うすうす、ヤミタンの料理配信本当にただヤミタンの料理配信本当に楽しみにしてたんで、みんなに見てもらえたらファン増えると思うんですよ。本当？ヤミタンの料理配信、ヤミタンの料理配信、どこ行ってたの？ヤミタンが今から料理配信するんです。キッチンに集合してください。ヨツハさんもヤミタンの料理配信見たいですよね。承知いたしました、料理配信ですわね。ヤミタン、暗い、ヤミタン停電です。暗いですよ。キャー怖い、助けて。いや、僕ファンなんで助けるなんて絶対できない。絶対できないです。ご無事で。あ、ライト様そちら入れるんですか？あ、いや、ライト様、そんなことネズミが来るかなって思って押さえてます。え、だってヨミタンがいるキッチンにネズミなんか来たらダメでしょ。やります。配信してる。カエルかなこれ。リアリケロロ軍曹であります。暗い、ヤミタン、あ、大丈夫だ。ヤミタンがいない。ヤミ様が、ヤミタン、なんでそれ、ヤミ様いるよ、いる。ヤミタン、ヤミタンが、ヤミタン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 、サイコパスがいる。ヤミタン、なんかドラクちゃんに負けるじゃん、もう一人死んだ。ライト氏、ケロケロ、なんかケロ、アイドルとオタクナンバーが死んでるの。何が起きたの？でしょうね、きっとライト様もね。一緒に死ねてよかったんじゃない？うん。ケロ。やべ、でかい。良きライバルであったライト氏。ピカクロス様のように見えましたけれども。私がヤンミタンをやる、ヤンミ氏をやる理由がないでござるな。ヤンミタンって言ってる。ヤンミさん言ったでしょ。ああ、それもまた。いやでもそのこじらせてそのみたいなこともあるって聞いたことある。それを一番やりそうなのがライト氏だったの。ヤンミタンとか言って愛情を注ぐようなふりしてあいつはゲロでございましてもう本当に。ライバルを殺せるなど私にはございませんよ本当に。私はただ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 ヤンミ氏をね崇拝していただけですから。ちょっとね、怪しいですわね。天国にはこんな本いらないです。こんな本はいらない。こんな本はいらないです。みんなロールプレイしてるとツッコミがいなくなっちゃうんだけど。やめた、ブロックして。ね、なんか寂しい言葉聞こえたぞ今。あれこれはこれはもうこれなんで？あの猫ちゃん、猫ちゃん、猫がいる、猫ちゃん、猫がいる、猫ちゃん、猫ちゃん、食べちゃった？食べちゃった？結構長いこと3人でいたでやりますから。うん。なんで僕のこと殺してくれなかったの？ひっかいちゃった？これまずいな。すごいな。怖い人いるわね。すげえメンヘラがいるな。だいぶ毛が逆立ってるであります。早く楽にしてあげるであります。この猫ちゃんには多分これ以上の逆がないんだ多分な。たまたま。おお、ほんとそう。バイバイ。先行っててね。猫えぐいな。これで。いいな、猫やりたい。猫やりたい。殺されてない人が。ゴーストギロすごくないこれ。ゴーストギロって何？これすごいわ。ゴーストギロって何？ね、あ、ね、ね、何？憑依すると、憑依すると、飛べる。ついてく、ついてくやつね。ストーカーできるよ。ストーカー。本当だ。ストーカー。表示されちゃう。うわ。ペコポン侵略を諦めるであります。